テレザ、クリスティーナ皇后の紋章テレザ・クリスティーナで、ボルボン・ドゥアス・シシリアスは、ブラジル皇帝ペドロ2世の皇后。イタリア語名は、テレーザ・クリスティーナ・デレデ・シチリエ。両シチリア王女時代のテレザ・クリスティーナ両シチリア王、フランチェスコ1世と2度目の王妃マリア・イサベルの娘。シチリア・ブルボン朝の一員として、ナポリに生まれる。姉に、スペイン王フェルナンド7世の妃マリア・クリスティーナがいる。 1842年9月4日、テレサは、ペドロとナポリで結婚した。肖像画のみを見て、結婚を決め、当人同士は欠席したままの代理結婚式であった。ため、テレサがブラジル入りした時、まだ17歳だったペドロは、年上妻の肖像画とのあまりの違いに落胆を、あらわにした。彼女ははじめ、夫から見下されていた。ペドロは、彼女と初めて会った時、 背が低く、弱々しくて、不美人なテレザ・クリスティーナを見て失望し、結婚を取りやめようとしたのである。最初の悪印象にもかかわらず、結婚生活は46年に及び、子供も4人も受けた。皇后テレザ・クリスティーナは稀に見る、思いやりのある女性だった。彼女は知的で、夫と共通の趣味である文化を通して、好意を勝ち取った。ブラジルへ向かうに、彼女は、 芸術家、音楽家、学者、植物学者などを引き連れてきていた。二人は文化的生活や科学的発見を楽しみ、絵画をテレザ・クリスティーナの兄フェルディナンド2世に送ったりしている。彼女は楽器を演奏し良い声で歌った。その上、テレザ・クリスティーナは愛情深い母親だった。ペドロ2世は王族の夫として典型的で、テレザ・クリスティーナ以外に 女性関係があり、ルイザ・マルガリガ、バラル・ジョハク、ペドラ・ブランカといった愛称の名前が知られている。皇后・テレサは、1889年11月15日の軍事クーデター以後、幾も心臓発作に苛まれた。皇帝一家が亡命のため、ヨーロッパ大陸へ向かう戦場、テレザ・クリスティーナは、ブラガン酒を崩壊させようとする、共和主義者らの乱暴な仕打ちに、 始終震え上がっていた。オーストリア大使の記録によれば、彼女は、私たちは、犯罪者扱いされていたと言ったという。ポルトガルのポルトに上陸すると、渋滞のテレザ・クリスティーナは簡素なホテルへと運ばれた。医師が呼ばれたが、もはやなすすべはなかった。テレザ・クリスティーナの最後の言葉は、ブラジルよ。私はもはや見ることのできない国に恵みを垂れた、まわんことを。のは、 はじめポルトガルブラガンサ王家の霊廟さんビセンテでフォーラ修道院に埋葬されたが、後ペトロポリス大聖堂の皇帝一家の霊廟に移送された。テレザ・クリスティーナの収集した芸術品がブラジル国立図書館へ寄付される際、ペドロ2世はテレザ・クリスティーナの名前をコレクションに盛り込んで欲しいとだけ要求した。 現在このテレザ・マリア・クリスティーナコレクションはユネスコに登録されている。テレザ・クリスティーナが生まれた時、父は高齢で母は新しい若き恋人に夢中で愛情の薄い幼少期を送った。そのため、内気でおとなしく、そして頑固であった。結婚後も政治や社交には関心が薄く、読書や手芸に熱心だった。ことに考古学が趣味だった。 ナポリの実家が没落したこともあり、ブラジルを我が祖国として国民のためにイタリアから医師や学者、芸術家、技術者などを多数招き、ブラジルの発展に尽力した。一方、決まり足りにうるさく、子供には厳しい母親だった。また、非常に頑固であったらしく、その点を指摘する近親者の手紙のほか、自らこの欠点を詫びる書簡も残されている。 ありがとうございます。